I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters, from our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics. Our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます。今年も元日はね、分厚い新聞がどさっと届きますけれど、はい、これもまあ新年の風物詩と言えるのかもしれませんが、うん、今日はその新聞にまつわるお話ということで、明けましておめでとうございます。ガタナガさんです。はい、どうも改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、そう、今日はあの新聞のお話でして、うん、それもね、新年早々ちょっと厳しい現実ですね。はい、はいはい、その前にまずあの今年の元日の全国紙の一面トップ記事をご紹介します。はいはい、で毎日新聞は日本の自衛隊と台湾軍が直接の連絡ルートを構築していることが分かったという特ダネです。はい、1972年に国交を絶った日本と台湾の両政府は直接的な対話や協議を避けて防衛当局間のルートも存在しないとされてたんですけれども、はい、まあ、台湾有事が現実味を帯びる中での対応の変化のようです、うんはい、さらにこの記事を受けて専守防衛に徹してきた日本の軍備が変わりつつあるとして平和国家はどこへという連載が始まってます、はいはい、今日も載ってました、うん、読売新聞も特ダネでして、北朝鮮のミサイルを探知追尾するレーダー情報を日本と韓国の両政府が即時共有する方向で検討を始めたというもので、うん、年内にも両国のシステムをアメリカ経由で一部連結する案が浮上しているそうです。はあはい、一方朝日新聞はノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家アレクシェービッチさんのインタビューでした。うん、彼女はあの第二次世界大戦でドイツとの戦いに従軍したソ連の女性兵500人以上を取材した代表作戦争は女の顔をしていないなどで知られ、あのお母さんはウクライナ人だそうです。彼女が今の世界をどう見ているのかを3回連続で掲載していました、うんはい、で日本経済新聞もウクライナ問題が切り口で、まあ、分断の嵐が世界を覆う中それでもグローバル化は進んで次の世界が訪れるはずだと、その時世界をつなぐのはイデオロギーの対立を超えたフェアネス公正さだという特集でした、うんうんうん、はい、でまた産経新聞は論説でして、うん、岸田政権が決めた国家安全保障戦略などの安全保障3文書が反撃能力の保有や5年間の防衛費総額43兆円などを盛り込んだことを安保政策の大きな転換で岸田政権の業績と言えると評価をして、うんまあ、中国やロシアなど権威主義国家体制国家から民主主義を守るため防衛強化の必要性を訴えていました、うん、はい、でこうして見るとですね、各紙とも去年のウクライナショックと新たな冷戦の時代への突入を受けて日本はどんな風に変わって、うん、私たちはどう生きるべきなのかを問いかける内容だったと言えそうです、はいはい、と、まあ、正月を振り返ってですね、ここからが本題なんですが、はい、冒頭言った厳しい話とはですね、ズバリ、新聞の部数減少です、うん、はい、あの日本新聞協会は毎年年末に新聞の総発行部数を公表していますけれども、それが去年1年間でですよ、196万部も減って、うん、ついに3000万部を割りました。全国の新聞の総発行部数ですね、うん、2000年代初めには5000万部近くありましたから、20年ちょっとで2000万部、およそ4割消えてしまったわけです。4割も、はい、特にここ5年の減り方が急でですね、うん、毎年およそ200万部ペース、つまり20年で消えた2000万部のうち半分がこの5年間に集中しています、うん、あくまで計算上なんですけれども、仮にこのまま減り続けると2030年代には日本から紙の新聞が消えてしまうほどのペースなんですね、はい、はい、でまあ、かつては一家に一部が当たり前でしたけれども、うん、去年は 0.57 部ですから、新聞を取っているご家庭は2軒に1軒になってます、うん、
で、しかも ご高齢の世帯が多くて、新聞通信調査会のデータによると60代以上では8割ぐらいの方が定期購読しているのに対して、はい、30代ではおよそ3割です。で、別の調査では紙の新聞を読んでいる人が20代では 6.3%、 10代ではわずか 2.5% です、はい、逆にインターネットの利用は10代で 90.1%、 20代では、はい、20代では 96% に達しています。なんかそれも分かる気はしますね、はい。まあ、つまりネットの普及に伴って紙の新聞は高齢者のメディアになって、若い世代の新聞離れを食い止められないまま、まあ、どんどん高い読者を失っているということになるんですけれども、はい、はい。まあ、加速したのは、部数減が加速したのはスマホの普及が進んだ2010年代からで、高速通信で画像が簡単に開けるようになりましたよね。はい。それまでビーッとしか動かなかったのが、はい、でニュースはその後ネットサイトや SNS から見る人が急増してですね、でこれは電波が 4G、5G と高速化して動画がストレスなく見られるようになった今、うんうん、テレビでも同じようなことが起こり始めていて、はい、若い人は YouTube やさまざまな動画サイトでコンテンツを見るようになって、去年のサッカーワールドカップ、はい、無料でネット中継したアベマの1日の視聴者数が1000万人を超えました。だからもうもはやあらゆる情報のプラットフォームはインターネットなんだなと改めて思い知った出来事だったんですけれども、そうですね、はい。まあ、ただ放送局が TVer や Hulu とかラジコなどに活路を見出すようにですね、新聞社も独自のニュースサイトを充実させて月額契約の有料配信を新たな収入源にしようとしてるんです。はいはい、私もサンデーの編集長の後の本社のデジタルトランスフォーメーション本部というところで働いて、その、まあ、強化に携わったんですけれども、はい、まあ、でもまだまだ紙の収益には投稿を呼んでないんですね、現状は。はい、というのもネットのニュースはただ無料だと思われる方が多いからでして、まあ、今もよくネットでニュースを検索してこの記事は有料ですって出ると、まあ、読まずに離れたり中に、はい、中には怒る方もあってですね、なんで金取るんだって、はい、でも、まあ、情報は決してタダではないということをちょっとご理解いただきたい、そうですね、ということで、はい、でちょっと説明させていただきたいんですけれども、まあ、実際ネット上で流れているニュースの多くは新聞などの報道機関が取材したもので、そのために例えば全国紙は国内でいうと県庁所在地とか政令市などですね、で海外も主要都市には支局とか特派員なんかを配置してですね、年間数十億円規模の費用をかけて毎日取材を続けてます。はい、でもネット専業のニュースサイトでそういう体制を取ってるところはまだないんですね。はい、記者教育もそうで、キャップクラスの記者1人を育てるのには10年以上の期間と、それまでに1人当たり1億円程度の費用がかかります。はい、で今は多くの新聞社が本業だけでですね、その費用を賄えなくなって、不動産とかさまざまな付帯事業で稼いで取材網を支えているっていうのが現実です。はい、先ほどこのままのペースで部数が減り続ければ2030年代に紙の新聞はなくなる計算だと言いました。まあ、ただ私はそうはならず、どっかで踏みとどまると考えてはいますが、もし仮にそんなことになったらですよ、現場で直接取材をした一次情報はもう大幅に減ってですね、不確かな情報とか、それから政府や役所の発表情報が多くを占めるようになるでしょう。そうですよね。で、そうなった時に喜ぶのは情報をコントロールしたい権力者とか隠したいことがある人たちなんですね。はい、で現にアメリカでは地元紙が経営難で廃刊になった直後から市の幹部が給料を釣り上げて、で行政のトップは大統領の2倍、市議会議員に至っては相場の20倍以上の給料を得ていたっていうことがあって、でこれを暴いたのもロサンゼルスタイムズの記者でした。またロシアで政権に批判的なメディアが次々に取り潰されて、で戦争反対が言えない状況になっているのはご存知の通りです。はい、冒頭元日の全国紙の一面トップ記事紹介しましたけれども、この逆風の中で日本の新聞はまだ頑張っ
って踏みとどまってるんですね、はい、アメリカではどんどん廃刊が始まってるんですけれども、うん、で毎日新聞の後輩たちも障害者の皆さんたちが強制的に不妊手術を受けさせられた旧優生保護法の問題とか、はい、子どもたちが家族の介護を担っている実態を、まあ、伝えることができたヤングケアラーの問題とかですね、うんはいはい、埋もれた声をすくい上げて救済につなげる調査報道に一生懸命取り組んでますけれども、うん、まあ、どうか皆さん紙でもネットでも構わないので新聞を読んでいただきたいということで、ごめんなさい、今年は、このコーナーお願いからのスタートとなりました。いやいやいや、はい、でも本当ね、渡辺さんのおっしゃる通りで、僕らの結局この番組だって新聞各紙からやっぱりニュースをね、はい、いただいて、でラジオという電波に乗せてねお届けしてる、うん、それで本当に新聞記者の知り合いも何もいますけど、はい、本当に地道な取材をね、うん、で本当に本部のね、例えばサンデー毎日編集長の片中さんとかね、本当もう地方の小さな町とか村に若い記者がねもう張り付いてね、はい、そこで、はい、集めてきた小さな情報だったりするんだけど、その町の人にとってはとても重要なものだったり、 そのネットワークを持ってるのはやっぱ新聞なんですよ ね、だからやっぱネットの記事ってどこで誰が書いたのかよくわからないような、正しいのかどうかもわからない、そんな情報にあふれているっていう一面もあることをちゃんと私たちもね理解しなきゃいけないですし、はい、記者の方がね魂込めて書いて、なんで片永さんのね、もうお願いすいませんとかじゃなくて本当に僕らも、新聞記者の方々にありがとうっていう思いでね、いますので、有料記事続きを読みます。そう、有料記事ってなるとついそこでやめちゃうのは確かだよね。支払いをですね。はい、ということで片山さん、今年もまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、元サンデー毎日編集長片永秀一郎さんでした。落語家の立川昭司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭司のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。ああ、毎週考えてんだよ。